トーマス・マリオ、トミー・ハースは、ドイツ・ハンブルク出身の男子プロテニス選手。愛称の、トミー・ハースという名前で、ツアーの公式サイトに登録されている。シングルス自己最高ランキングは2位。ATP ツアーで、シングルス15勝、ダブルス1勝を挙げた。身長188センチメートル、体重84キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。 2000年シドニーオリンピックシングルス銀メダリスト。マスターズ戦優勝1回準優勝1回。4歳からテニスを始め、11歳の時からアメリカのニック・ボロテリーテニスアカデミーに留学した。1996年にプロ転校。1999年全豪オープンでベスト4に進出、準決勝でエフゲニーカ・カフェルニコフに敗れる。 2000年のシドニー五輪で男子シングルスの銀メダルを獲得したが、この時の決勝で敗れた相手もカフェルニコフであった。2002年全豪オープンで3年ぶり2度目の準決勝に進出したが、マラトサフィンに敗れて再び決勝進出のチャンスを逃した。2003年は右肩の手術などでほぼ1年前休を強いられたが、2004年全米オープンで レイトンヒューイットとの準々決勝に進出し、世界ランキングを17位まで戻した。これにより、彼は2004年度のカムバック賞を受賞する。2006年は、好調なシーズンを送り、男子ツアーのシングルスで年間3賞を挙げた。この年は、全米オープンで2年ぶり2度目のベスト8進出がある。2007年全豪オープンで、 ハースは5年ぶり3度目のベスト4に進出したが、準決勝でフェルナンド・ゴンサレスに1から6、3から6、1から6のストレートで完敗した。2月の全米国際インドアテニス選手権決勝でアンディ・ロディックを下し、シングルス優勝を通算11勝とする。この年はウィンブルドンで初の4回戦進出があったが、3回戦の試合中に腹板が悪化し、 ロジャー・フェデラーとの試合を棄権した。2009年6月、ハースは地元ドイツのゲリー・ウェバー・オープン決勝でノバク・ジョコビッチを破り、2年ぶりとなるツアー12勝目を挙げた。この後、ウィンブルドンの準々決勝で再びジョコビッチを破り、初めての準決勝に進出する。ハースは初進出の準決勝で、フェデラーに6から7、5から7、 3から6のストレートで敗れた。2010年1月27日、ハースはアメリカ国籍の取得を認められた。男子ツアー公式プロフィールの説明では、ドイツとアメリカの二重国籍を保有しているとなっているが、トーナメントにはドイツ国籍のまま出場している。ハースは2010年に音楽プロデューサーのデイビッド・ホスターの娘である女優、サラ・フォスターと結婚して一時がいる。 2012年のゲリー・ウェバー・オープンでは主催者推薦での出場から決勝に進出。フェデラーを7-6、6から4で破り3年ぶりのツアー13勝目を挙げた。ハースがフェデラーに勝ったのは2002年全豪オープン以来10年ぶりで対フェデラー戦の連敗を9で止めた。10月18日通算500勝達成。 2013年3月のマイアミマスターズでは4回戦で、世界ランキング1位のジョコビッチを6から2、6から4で破り、ベスト4に進出した。全仏オープンでは2009年ウィンブルドン選手権以来の4大大会シングルスでベスト8に進出した。35歳での4大大会ベスト8進出は2005年、全米オープンのアンドレアガシ以来8年ぶりの快挙であった。 準々決勝では、ジョコビッチに3から6、6から7、5から7で敗れた。その後怪我で2016年を欠場するが、ハースは2017年全豪オープンで2015年10月以来の公式戦に出場した。復帰戦の全豪オープンでは1回戦で、ブノアペールに敗れた。7月のメルセデスカップ2回戦で、ロジャー・フェデラーを2から6、7から6、 6から4で破る主君を挙げた。これが最後の勝利となった。8月のキッズビュール大会の1回戦で、ヤン・レナード・ストルフに敗れた試合が最後の出場になり、2018年3月、現役引退を発表したが、2020年の夏に現役復帰した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。2007年ウィンブルドンの不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。